ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ。西本願寺のウラジオストック海峡ということで、昨日はスターリン政権になって大変なことになった大粛清のお話をちょぽっとしましたね。なんかで目立ったりしたり、なんかで人に反感食っちゃったら、反感を感じさせるようなことがあったら、こう反動分子とかね、そういった形でレッテルを着せて、みんなどん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 シベリアに送られたり処刑されたりしちゃう。で、そんなことで、みんながもう恐怖ですね。昨日もちょっと述べましたけども、小学校でも低学年ぐらいだったら裏表減ったぐらいもありませんから、その小学生に、何でも喋りますから、学校の先生、学校の先生が密告者になって、あそこの子供こんなことを言うとったりと言ったらもんですね、最後です。で、宗教は変やからね、例えばこのキリストのイコンをですね、もあの捨てるように言われとっても、それ持っとってこっそりお参りしとったら、ね、あれ小さい子供がこう何でも正直に言うたら、これがまあ一巻の終わりになっちゃったり、これは昨日述べたことですけど、昨日述べませんでしたが、こう陸軍の元帥ですごい著名な人がいはってんけど、その人がいるかいないかでもって、ソ連の軍事力が随分大きく違うというか、その人のなんていうか人望かカリスマ性のか名前だけで、こう人を動かしたり国際的な協調力関係に影響を与えるような、そういう元帥もいたんですけど、そんな人ですら軍人やから別に危ない人ではなかったはずですが、とにかく面白ないというのかな、こうスターリンの気に食わなかったら、無実の罪に着せて、自白に追い込んで、で銃殺とか処刑しちゃう、そんなようなことでね、とにかく関係ない人まで全部殺しちゃうわけです。で、宗教はアヘンやからいうので、キリスト教の聖職者なんかは全部そうなっちゃうし、で、日本人なんかやっぱどうしてもスパイとかからやっぱり敵対関係も強いですから、そうすると日本人おらんよ、おらさんようにするんで、日本人社会が、ウラジオの日本人社会がどんどん小さくなっちゃうと。で、今日はですね、そういう日本人奥さんに持ってた豊泉米子さんのおじさんですね、つまり、豊泉米子さんの、はこれ日本人だし、その人のお母さんのお姉さんの、ご家庭にですね、GPU、GPU ですが、1924年の3月の秋に、こう家宅捜索にやってくると、ね、GPU、GPU っていうのは後に NKVD になって、 NKVD が KGB になっていったっていう組織ですから、 KGB についてはそれほど説明する必要がないでしょうから、まあ、そういうまあ特攻警察というか、GPU について言ったら国家政治保安部やからね、まあ日本の特攻警察とかそういったようなことに、なっていこうかなと、思いますけど、そのご主人がロシア人、そして奥さんが日本人のご家庭に、GPU がやってきて長い時間丹念に、家宅捜索をすると。だから何が目的かと言ったら、このおじさん、ロシア人であるおじさんに濡れ衣を着せる証拠を探すためなんやけど、まだねこの当時は、後になったらね、その人は潔白であってもして偽の証拠品をでっち上げるんです。やってなくても、私もいろんなことでされたことがありますけれども、無理やりね犯人に仕立て上がるわけです。そんなこと日本でもよくあることやけど、まあせやけど私はいろいろされたことはあるけれども、しかしシベリア送りにはされてません、処刑もされてませんから、その代償というのはやっぱりね、証拠品でっち上げて無理やりその人を殺すという、そういったことまではこの当時はされてなかったんで、証拠品、こうでっち上がる証拠品は何も出てきません。そうではあっても、おばさんのご主人、つまりおじさん、ロシア人の人は連行されました。ね、これ多分おばさんが日本人やからということも影響してるのかなと思いますね。で、おじさんのロシア人の人は工場のエンジニアで何点かの発明をしたり、
から工場内に職業訓練学校を作った人で、要は技術屋さんですわ、テクニシャンやからね、専門職についてる技術屋さんやからね、そんなあの思想犯とかそんなもんではありえないんですよ、ね。まあ特攻警察いうのかな、ゲペウにね、目つけられるような人では基本ないわけです。しかし革命に協力したマルキスト、党員でした。マルキシズムの、ね、党員であったマルキストの党員でした。このほか革命に協力したはずのパルチザンだった人が標的になって、そうやって一巻の終わりになっちゃうっていうことがこの当時よくあった話ですね。だから革命に協力したパルチザンで実行部隊であったり、あるいは革命に協力したマルキシスト、マキシマリストです。マキシマリスト党員であったんやさかい、こんな人たちがですねしょっぴかれるということは、理論的にはというかね、理屈としてはですね、話の筋としてはそんなことになるわけないんです。なのにですね、なんかわからないんやけど、そこに理屈とかね、理論とかね、そんなもんじゃなくて情念の世界です。情念の世界で、こうしょっぴかれるわけですね。そして連行された人たちはですね、無実の罪で長い間監禁されてひどい目に遭いましたが、基本的には共産党に入れば釈放されたそうです、ね。なんかその辺はちょっとよくわからないんですけれども、そういうこう情念の世界かな、理論とか理屈とか、こう常識とかそんなもんで、こう理解できるようなもんじゃないんですわ。でそんな形でおじさんもまあ帰っては来はったんだろうけれども、確か帰って来はったと思いますけど、こういう話ね、あの、戸泉米子さんの、リラの花と戦争を読んどったらなんぼでも出てきます、いくらでも出てきます。これだいじめの構造というか、人間の心理、人間の裏側っていうものをこう知るときには、この本とかはとてもやっぱり重要かなと思いますね。まあまあそんな形でもって、あの革命にさ、あの協力したパルチザンだった人なんかが後に、スターリン時代の粛清に遭っちゃうわけだから、もうなんか本当にこう理論とか理屈とかそんなもんじゃないんです、ね。そういう中で戸泉米子さんは成長していかれます。で戸泉米子さんが極東総合大学に入学した1930年代初め頃からが本格大粛清の幕開けなんだけども、その中でですね、非常に印象深いことが書いてあるんやけど、若い優秀な日本語科教授が、その極東総合大学の日本語科の教授が突然消息を絶ちました。戸泉さんともちろん日本語の学科の教授やから、戸泉さんともいろんなこうお話をされて非常に好印象を持っておいでになったんですけども、立派な優しいあの先生がですね、日本語の先生が突然消息を絶ちました。理由は誰も分かりません。ある日突然誰かがいなくなることを神隠しと呼んでいたそうです。いつ誰がそうなるかも知らなかったんです。いつ誰がどこで神隠しに追って、つまりゲーペーウにしょっぴかれてそのままどっかにおられんようになってしまうということはですね、こう誰もわからないんですけども、それをこう突然おいでにならなくなることを神隠しと呼んでいたそうです。ウラジオに多数居留していた朝鮮系の人々もまた退去を命じられます。ロシア人よりか早く極東に住んでいた彼らはどこか一箇所に集められることになったということらしいんですけど、それがどこかいうことは戸泉さんはご存じありません。でですね、戸泉米子さんにも危機が訪れます。戸泉さん自身まだ大学生ぐらいかね、若い大学3年生って書いてあるね。で日本で普通に考えたら21歳の時でしょうか。戸泉米子さんもしょっぴかれるということですね。そのしょっぴかれる瞬間、見知らぬ青年に声をかけられます。若い青年、はい言うて言ったらね、その人が
僕は GPU の、ねえーGPU の、職員やけど言って同行するように促されます、ね、来てくれませんか言うて言われるけど来てくれませんか言ったら来いいうことです、ね、今度はどうかどうなるか分かってるやろということですから拒否することなどできるはずがないですね、重厚な赤レンガ造りの建物に入ると制服の職員の制服を着た職員の面談が始まります。彼女は最初大学卒業後モスクワの大学院に推薦してあげようかと持ちかけられます、ね、モスクワの大学院行って勉強させてるよって言ってねそう言ってそこでは必ず交換条件が伴うわけです。交換条件その代わりある要求を突きつけられます。日本人宅に出入りし日本人と親密にしているロシア人の名前を GPU に通報するというそういうねまあ言うたらチクリというのか情報屋というのかなんていうかねまあスパイやね、そういう諜報活動に参加してくれんのやったら極東総合大学出た後にモスクワのモスクワ大学とかの大学の大学院に入れてやるぜっていうそういう交換条件を出されたということです。職員は柔らかい話しぶりながら叔父に危害が加わるようにほのめかしたりもしてさまざまに彼女を脅しスパイになると誓う書類にサインさせようとしますね。脅してみたり、ね、おじさんかけがえのないおじさんやから ね奥さんお母さんのお姉さんのご主人ととても優しい人でまあ実質的な親ですわ、ね、その実質的な親のお父さんがですよこう拘束されてる時期にですよ、お前のおじさんどうしてもどうなってもええんけってね、こうやって、こう脅されるこれ無知ですね。で雨の方は大学終わったら今度モスクワの一流の大学の大学院入れたんでっていうのはこれが雨ですわ。恐怖を与えたりそれから雨を与えたり雨足をさしたり言うてみたりそしてその交換条件が日本人のと親しくしているロシア人はどんな人間か密告性言うてねスパイになるというのかねチクリアになるっていうかそういうような条件を突きつけるわけです。で21歳の女の人なんですよ21歳の女の人なんですよ、豊泉米子がなかなか首を縦に振らないので、職員はスパイになると承諾した日本人の名前の、リストを見せます。大企業に勤める著名な人の名がありハンコまで押されています、ねこんなにたくさんの人が日本人がこうロシアのスパイになるって承諾してんねやで、そのスパイになった日本人のリストを見せるとそしたら、そうそうたるメンバーが署名したハンコまで押してあるそして職員は相手は嘘でハンコを押せますか心よく承諾した証拠のハンコではいいんではありませんか協力してもらいますからにはその代償として商売上での便宜を図ってあげますと言いさらに、脅迫を続けます、ね、そうやってスパイになってくれたらこの人らの大企業の、に勤める著名な人たちの商売上のこう利得も与えてあげますよって与えてあげているんですよと、ね、相手にもちゃんと得なことをしてあげてるんやだからこの人たちもスパイになってるんでだからあなたもスパイになりましょうねっていう、そういう、まあ、まさにアメとムチいうかねそんな形でさらに脅迫を続けていきます。そんな時自分やったらどうするかなと思いますね。あなたやったらどうしますか僕やったらどうするでしょうということです。だけど豊泉さんは簡単にはね承服しないんですがここがすごいところだね。だからやっぱりこうなんていうかな、後にあんなすごい本書かれるんだし、立派な人生を送っていかれるんかね。豊泉米子さんここねそんな簡単にあはいはいわかりましたしああそうですかとは言わないし、
まあ、もしかしたらですけど、これ言うたら偽造した日本人のスパイの人名リストであるかもしれないんです。ハンコなんか作ろうもたら作れるし、ね、からその人の実質である証明って何もありませんから、そんなリスト買って偽物かもしれないというようなことは豊泉さんとは考えられたんかな。豊泉米子さんは 2,3 日待ってくれ、すぐには答えられないからと言い、その場を切り抜けます。どのような魂胆があったのかは謎なんですけど、切り抜けた 2,3 日待っとってください言うて、ああそうかな言うて諦めたのかどうかわからないんですけど、こうやって捉えた後にですよ、どのような魂胆があったのかは謎ですが、ゲーペーウーはその後彼女には近づいてはきませんでした。しかしですね、これ日本人と関わってるロシア人の名前が知りたいんだなということが GPU の意図は分かりましたから、どうしてかまた再度接触してきても良さそうなもんやけど、 GPU はその彼女には近づいてこなかったけれども、これはロシア人と付き合っている姿を見せたらロシア人がどっかに連れて行かれるなということは分かりますから、このことがあってから彼女はどれほど誘われても日本人のパーティーなどに顔を出さないことに決めます。常に監視されている自分とパーティーの席上で顔を合わせるかもしれないロシア人に迷惑をかけたくないからです。もしかしたらロシア人の日本語の教授の先生も豊泉さんと一緒に歩いて喋っていたのが神隠しになった一つの理由であったかもしれませんからね。で、そういったことをずっと丹念に読んでいますと、私はこの豊泉先生のリラの花と先生を読みながら豊泉米子さんの行動に何度感嘆しうなったか分かりません。GPU に連行された時は二十歳そこそこ、とてもその犯行分かりましたってサインして犯行を、ね、押すかもしれないです。せやけどそれを 2,3 日待ってくれて起点聞かせられるやんけど、そんな二十歳そこそこの時にね、自分はとてもここまでできるもんではありませんわ。こうした彼女の強さや聡明さや、そして語学力を高く評価した人がいましたそれが太田角民さんです、ね、このウラジオの会教師のヘッドね太田角民先生は、ソ連政府は日本人にとどまらず裏上であまりにも大きな存在になったね、日本人社会だけでなくて裏上のロシア人の社会においてもあまりにも大きな存在になってしまった、太田角民に滞在許可を出さなくなりました。太田角民さらんなあかんようになったと、ここから裏上におらんよ、おれんようになったんで、誰かに、こう後を委ねなきゃいけない、その誰かが豊泉賢流さん、豊泉米子さんのご主人であったわけだけれども、この人に最良の伴侶、聡明で強くて、こう何でもできる、このロシア語もできる奥さんを見つけていかなきゃいけない、そうやってその後の自分の後任になるような人の基盤を固めてあげなきゃいけないっていうので、それで太田角民先生はですね、彼の後を継ぐ豊泉賢流開教師の妻にと、こう米子をひそかに、この米子さんに開教さんの奥さんになってほしいんやとひそかに話を進めていました。太田先生はね、確かに妙高人的な宗教性、人を見る目の温かさや平等さ、人間的な厚さを持つ人物でしたけれども、それだけでなくて海峡監督としての人心掌握力、人を見る目、先を見越す力なども具備してした類まれなる人物でした。その太田先生が海峡さんのお嫁さん選びをなさった時にも、太田先生の確かな目が、確かな目を持っていらっしゃったことがよく現れています。若い後継者に後を託し、優秀な伴侶、だから豊泉米子さんみたいな優秀な伴侶を若い海峡さんに見つけてあげて、そして、ウラジオストック海峡の代名詞と言ってもいいような太田角民先生は住み慣れたこのウラジオストックの街を去って行かれました、ね。
からあと豊泉先生ご夫妻のまあなんていうかな、苦難の人生が始まっていくということでもあるわけだけども、こういったことがあってね、こう開教っていうのはまあ一つ命がけの仕事やったんかなということも思い、一筋縄でできるもんではなかったよなということも教えられますね。まあまあ、私ぐらいしかこんなことしゃべる人間いないんで、こうまた聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。